ビハイヤーの平田です。今行ってきた会社さんですね、ハピネットさんなんですけれども、今ゲームの事業を始めているということで、会社さんに会いたいお話をちょっと聞いてきました。案件というよりは、今後案件はたくさん出る会社です。で、基本的には今 3DS 系のゲームもすごいたくさん開発しています。で、コンシューマーゲームが好きな会社さんと一緒にどんどん開発やっていきたいって話なんですけれども、なんでしょうね、開発どちらかっていうと、もうそのハピネットさんと長くやっていきたいですと、そういう情熱を持った会社さんとぜひ会ってみたいって話でした。すぐの案件ではなかったとしてでもですね、ゲームがすごい好きなんですと、こういうものを作っていきたいんですっていう情熱のある会社さんは、おっしゃっていただければ面白いです。